肉まんです。今回はカルディで買ってきたものをご紹介していきたいと思います。カルディ行ったらモヘジ粋な箸置きセットっていうのも売ってました。猫とカエルの可愛い箸置きだったので買おうか悩んだんですけど買わないで来ました。この動画出してる頃には売り切れてると思うんですけど、こんな感じの商品も売ってました。あと初めて気づいたんですけど、ハムレットチョコクリスピー売ってましたね。1つ410円しますが売ってました。一番上の棚にあったんで全然気づかなかったです。これはコストコで買った方が断然お安いですね。今回買った合計品数10点、合計金額1821円でした。では早速紹介していきましょう。まずはじめに民謡結集ジンジャースナップスオレンジ 150g 入り、お値段が213円でした。スウェーデン産です。こちらのお菓子も4種類ぐらいの味があり、その中からオレンジを選んできました。オレンジが一番売れてました。ジンジャースナップス、スウェーデンのマークですね。スウェーデンといえばイケアを思い出します。開けていきましょう。じゃじゃん、おお、簡易的な袋に入ってますね。オープン。食べやすそうな薄さ大きさです。うん、オレンジの香りはするんですけど、これシナモンが入ってて、シナモンの味とオレンジの味が混ざり合ってて、食べ進めるとシナモンの味が分からなくなってきますね。最初1枚目一口食べた時は、うん、合わないなと思ったんですけど、食べ進めるにつれシナモンの香り味が消えてオレンジ一色になってきたので、すごく美味しく感じました。これ美味しいです。続いて杏仁豆腐グミ 60g 入り、お値段が198円でした。杏仁豆腐グミ初めて見っけちゃいました。このパンダの杏仁豆腐といえば、久しぶりにカルディに行った時に買った商品で、すごく美味しかった商品ですね。グミって久しぶりに食べるんですけど買ってきました。カルディコーヒーファームが出してます。このパンダのキャラクターの絵が可愛いですね。コラーゲンがいっぱい入ってるみたい。オープン。おー、白いですね。白いグミ、周りはサラサラ。うん、美味しい。弾力あってすごく美味しい。で、香りもすごいですね。バニラ系の香りなのかな。噛むと杏仁の味は多少するんですけど、バニラ感が強いですね。杏仁というよりはバニラ感が強いです。続いて15種類の野菜こんにゃくゼリー10個入りです。お値段が198円でした。野菜のこんにゃくゼリー、こんにゃくゼリー自体はすごく大好きです。野菜のゼリー自体食べたことないので楽しみです。こんな感じの15種類のすごく健康に良さそうな種類の野菜が入ってます。どんな味なのか、リンゴフレーバーが香る爽やかな味わいですって書いてあるので、食べやすく作られてるとは思うんですけど、食べやすくあってほしいです。結構重さありますね。一応冷やしておきました。オープン。おお、あ、色合いは緑っぽいですね。うわ、健康に良さそうな感じです。青汁みたいな感じ。うん、すごい味。
リンゴの風味、リンゴの味はするんですけど、その奥からケール、大麦若葉のすごいなんか独特な味がして、青汁みたいな感じですね。本当に青汁をこんにゃくゼリーにしたみたいな感じの味で、すごく健康には良さそうなんですけど、私的にはすごく食べにくいです。ただ青汁が好きな方は好きな味だと思います。私はちょっと苦手なんですけど、パン君は美味しそうです。ただこれ私苦手です。続いてタイデリートムヤム焼き鳥 63g 入ってます。お値段が213円でした。タイのおつまみみたいですね。すごく美味しそう。トムヤム系はすごく大好きなので、それが焼き鳥、美味しそうですね。缶詰の焼き鳥とか、缶詰ってあんまり食べないんですけど、缶詰商品楽しんでいけたらいいなと思います。辛さが5って書いてあるので、そこだけ気になります。すごく辛そう。見た目はすごく美味しそうです。オープン。おお。写真のまんまの焼き鳥が出てきました。こんな感じの肉がゴロゴロ入ってますね。皮も入ってるね。皮と肉の部分を一緒に。うん、トムヤム系の味が最初に来るんですけど、すっごい辛いです。舌が一瞬でヒリヒリになりました。辛いけど美味しい。辛さの中に酸味もあり、すごく絶妙な感じで美味しいです。辛いけど美味しい。これ冷えた状態で食べて相当辛いんで、温めたらもっと辛くなると思います。これ以上辛くなるのは無理だな。ほんとすごい辛いです。続いて激辛ミーゴレン、お値段が85円でした。インドネシア産です。激辛なので食べられるかな。これはパン君チョイスです。見た目は美味しそうです。辛そうですね。早速作ってきます。茹でて調味料合わせるだけです。作ってきました。見た目そこまで辛くなさそうですね。全部の調味料入れてきちゃいました。混ぜるだけで簡単に作れました。うん、美味しい。激辛って書いてありますけど、全然激辛じゃない。舌がちょっとヒリヒリするぐらいで、ちょうどいい辛さで美味しくいただけます。カップラーメンを食べてるような感じの味なんですけど、85円ならカップラーメンに飽きちゃった時食べるのいいと思います。辛くない。続いてサンバルブラチャンペースト 80g 入りです。お値段が270円でした。シンガポール産です。パッケージは、表は全部英語ですね。でこちらの商品、チャーハンにできたり炒め物にできるんですけど、ほうれん草、小松菜など使うといいみたいなんですけど、今回ニラで炒めていきたいなと思います。見た目ニラっぽかったんで、ニラ買ってきちゃった。炒めてきます。炒めてきました。炒めてる時からすごい匂いです。鼻をつくような匂いで、日本では嗅いだことのないような匂いの料理です。匂いは本当に異国の匂いです。ちょっと私苦手な香りですね。早速食べていきます。何の匂いかわからないんですけど、香りはすごいんですけど、食べた瞬間エビの味、エビの風味がして、すぐに舌をつくような辛さがすぐにやってきます。すごい辛いです。あのさっき激辛ミーゴレンを食べたんですけど、火じゃないぐらい辛いです。
口の中が一瞬でヒリヒリな状態になりました。激辛すぎて味がよくわかんないですね。続いてエビのアヒージョ風混ぜそば1人前ですね。カルディコーヒーファームが出してます。お値段が166円でした。すごい美味しそう。エビの風味とニンニクの旨味、ブラックペッパーがアクセントのアヒージョ風混ぜそばです。エビやネギなどお好みで加えても美味しいみたいです。こんな感じで作ってきました。ほうれん草とエビ足しました。じゃあ早速いただきます。麺がもっちりしてそうですね。うん、美味しい。美味しすぎ。ほんとニンニク香ってるのですごくアヒージョ風になってますね。これはリピートあり、美味しすぎます。1食あたりちょっと高いんですけど、でもお昼と考えれば166円安く食べられるのかなと思いました。味が濃くてしっかりしてます。でニンニクの味、エビの風味しっかりしてますね。美味しい。続いてケララフィッシュスパイシーフィッシュカレー、お値段が324円でした。 180g 入ってます。こちらもカルディコーヒーファームが出してます。カレーに関してはすごくいろいろな種類がカルディさん置いてあって、でこれの置いてあった段にもすごいいろいろな種類のカレーがあり、パッケージがすごくおしゃれでどれも買いたいぐらいなんですけど、お値段がそこそこするので一つ試しに買ってみたんですけど、もしおすすめな商品があれば教えていただきたいです。とりあえずパッケージが良さそうで数量限定の商品を選んできました。マスタードシードとココナッツミルクを使用した南インドケララ地方の代表的なフィッシュカレーです。口当たりはあっさりしながらもスパイスが醸し出す香りと旨味を十分に感じられる仕上がりです。湯煎してきました。美味しそう。濃厚なカレーって感じですね。色合いがすごくいいです。ココナッツミルク系を使ってるカレーってこんな感じの色してますね。じゃ早速いただきます。具がねこんな感じでゴロゴロ入ってますね。味は美味しいことは美味しいんですけど、スパイシーってほどスパイシーではないです。前に買ったロイタイグリーンカレーの方が後味が辛さがあってすごく美味しかったですね。フィッシュ感もそこまでないのかなと思います。ココナッツのカレーっていうのはわかるんですけど、ココナッツが前面に来てるカレーかなと思います。まあ、濃厚なカレーで美味しいんですけどね。美味しいんですけどもうちょっとピリ辛感欲しかった。続いてトマトの缶詰買ってきました。 400g 入ってます。お値段が77円でした。ホールトマトとダイストマトを買ってきました。私が買った時はキャンペーンでお安くなってたので安く買えたんですけど、この動画を出す頃にはキャンペーン終わってると思うので一応貼っておきますが、お安く買えました。77円ならすごくお安いなって思いました。初めて買うので食べるのが楽しみです。こんな感じで今回はカルディで買ってきたもののご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございます。今回もいろいろなものを買って食べてみました。今回は全部初めての商品ですね。一番美味しかったのがアヒージョ混ぜそばですかね。それが私的にはすごく美味しくてリピートありな商品かなと思いました。カレー系は徐々にいろいろなものを試して食べていけたらいいなと思ってます。もしこれおすすめだよっていうものがあれば教えてください。
カルディおすすめされたもの売ってないことがほとんどなんですけど、探すのも大変で探しきれてない可能性もあるんですけど、なかなか見つけられず、おすすめ商品を教えてくださった方本当にありがとうございます。見つけた時は買いたいと思ってます。